急に立て込んできたわね。この塔にも長居すると命はなさそう。逃げるんなら鍵置いてってよね。ごめんなさいね。もっとゆっくり遊びたかったけど。私たちも急いで避難しなきゃ。ゴールデンアワー。サンジ君の受けた技だ。気をつけてたのに。体の起伏もツルツルにしてしまうのは難点だけど、最高の美肌よ。羨ましいわ。その代わり戦闘力は半減。もう私の鍵は諦めた方がいいわね。そうはいかないわよ。クールチャージ。無駄よ。遊びの時間は終わったわ。乱却。ミラージュテンポ、私はこっちよ。いつの間に。どういうこと。死眼。また偽物。今度はどこ。こっちこっち。何あれ。彼女が巨大化を。え、あなたも能力者だったのね。天然。ゾンケ、それがあなたの奥の手ってわけ。だからそれ私じゃないって。それにしてもこの姿、トナカイに見えるし、あの帽子もマークも間違いない。だけどこれがまさかチョッパーなんて思えない。何の猛獣の能力者。ゲンポー乱却。ちょっとやめなさいよ。え、チョッパー、ねえ、あんたチョッパーでしょ。その姿は一体。私もこんな体だからわかんないのかな。チョッパーじゃないの。言っておくけど、私はあれがあなただなんて思ってなかったわよ。チョッパー、私を無視。無礼者。チョッパー、どうしたのよ。よく見て、私よ、ナミ。下にはチョッパーに何が起きたの。大変だわ、急いで止めなきゃ。あれが仲間。海賊って気味の悪いペットを飼うのね。チョッパー。あ、またムシオ。プレモノ。あの怪物を止めに行くのは勝手だけど、私にもあなたを止めるという任務があるの。さっさと終わらせてもらうわよ。乱却。まずい、足の裏までツルツルのこの体じゃ避けきれない。あ、避けられた。
私だけ元に戻ってる。なんで？何がきっかけで？濡れてる。さっきのゴタゴタの中で、そっか！水だ！石鹸の能力は水で洗い流せるんだ。甘すぎるんじゃない？ゴールデンアワーの解き方が分かったからといって私がそれをさせるわけがない。羊雲リラックスアワー。そんな泡風で吹き飛ばしてやるわよ。サイクロン。しまった。ダメだ。死なる死眼泣くと。ウィッ。助かった。助かった？あんたがそうやって私を吹き飛ばせば厄介な体の泡も吹き飛んでくれる。強がりよ。お望みなら死ぬまで吹き飛ばしてあげるわよ。天候は曇り。クラウディーテンポ。もう昔みたいなマジックショーとは違うのよ。くん、また落雷でも。こんな薄い雲から雷は生まれない。その代わり凝結させるのよ。まさか。いえ、やりかねない。天候は雨に。クールボール。ソル。可愛くないわね。せっかくツヤツヤにしてあげたのに。抵抗しないのが可愛いんなら願い下げよ。クールちゃん。ミラージュテンポ。消えた。あんたの能力は理解したわ。 CP9 の強さもね。これは何？ミラージュテンポ。ファタ・モルガナ。さっきの蜃気楼。どうせ本体は一つじゃない。そうよ。どれかが私。4人は強力な霊気でねじ曲げた空気の層に映る幻。サンダーチャージ。本物の私は5人のうちたった1人。だから何？そしてファイナーボール。私の攻撃も本物はたった2割。避けてみれば。しまった。ガード。どれがお前を。油断を誘うって。今までのクリマタクトとは大違い。ただのサンダーボールでこの威力。次の大技であんたは倒れる。何の予言かしら。生意気な口を。予言じゃない、予報よ。湿度も温度も支配した。この部屋の天候は私のものよ。天候なんて支配したから何？六式は人海を超える大義よ。無礼者。これが本体じゃ。本日もまた本体確率 20%。 今日の空は安定した気圧配置の中、激しい気流を含む小さな黒雲が停滞しつつ、やがて雷鳴とともにあなたの胸を打ち抜くでしょう。ハートのしびれにご注意ください。ダーククラウドテンポ。
落雷なら初めにガードしてみせたはずよ。油断さえなきゃ。あのガードにはあなた自身身動きが取れないという弱点がある。なめられたもんだわ。攻撃でそれを破ってみせろというわけならば、どれが本体かなんて当てる必要もない。リラックスアワーの大波で全て飲み込んであげるわ。羊雲ファイナルウェイブ。あれを食らっちゃおしまいだわ。全て飲み込んで倒れているのが本体よ。そうはいきますか。サイクロテンポ風で泡を。だけど助かったあなたが本体のようね。違う。あら、また幻影かと思ったわ。もう逃がさない。このままあなたを蜂の巣のようにしてあげる。もう忘れてるんでしょう。航海士の天気予報はちゃんと聞くものよ。国軍から車タクトへ、ほとばしる雷。どれだけ強くても私の予報は外れない。仲間が待ってんの。鍵はもらってくわ。